はい、本日の SDGs です。SDGs17 の目標、7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにです。世界には電気が使えない、暮らしをする人がいるということです。90% の人が電気を使えるんですけど、残り 10% や、世界に7億5900万人、西暦2019年においてですけれども、電気のない生活をしている人たちが7億5900万人いるということです。はい。で、その、電気のそのエネルギーっていうのは、まあ、発電とかするわけですけども、その多くを石油とか石炭などの化石燃料に依存しているので、そうじゃない、再生可能エネルギーとかの普及を、して、クリーンなエネルギーにしていかなきゃいけないっていうのがあります。そして再生可能エネルギーは、エネルギー消費量全体の 100% 中、17%、17% が再生可能エネルギーということです。西暦2017年です。はい。ということで、エネルギーをみんなに、そうですね、まあ、はい、まあ、10% の、ね、7億5900万人の方は電気のない生活をしてるんですけど、まあ、押し付けるわけじゃないですけども、はい。まあ、別にね、そんな、ね、すごい山奥とかだったらね、使えないのはもうしょうがないかなと僕は思いますけども。はい。あとやっぱその、燃料を化石燃料に依存せず、その、新しいクリーンなエネルギーにしていくことは、そういう技術開発をすることは必要かなと思っております。ということで、本日の SDGs、7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにです。何かの参考になれば幸いです。いつもご視聴ありがとうございます。感謝しています。愛してます。